こんにちは皆さん、私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は山内幸男逮捕その4、本格的拘置所生活というお話をさせてもらいたいと思います。私が逮捕されたの平成3年、起訴されたのが同年の4月13日ですね。罪名は恐喝未遂ということで起訴されました。まあ起訴されると私の身分は被疑者から被告人になります。ですからもう調べっていうのは受けることがございません。その前日まで毎日調べのために某を出て行ってたんですが、起訴されてから後っていうのはもう取り調べに出ていくことはございません。もう本格的な拘置所生活が始まるということですね。拘置所生活の始まりというのは、保釈で出るまで拘置所で過ごさなければならないんですが、僕はもう全面的否認で、監黙ですね、調書というものは一枚もない状態で起訴されておりますので、保釈ってのは普通はものすごく難しいんですよ。否認したら日本の場合は外へ出してくれません。人質裁判と言うんですけれども、もう認めない限りは保釈しないんですよね。ですから私みたいなもう監黙の全面否認っていうのは保釈にとって非常に不利な状況で起訴されたんです。そしてまた、保釈されないで1年も2年も、この拘置所につながれてしまいますと、私はもう終わりです。破産してしまいます。事務所が持ちません。ですから非常に厳しい状況の中で、意地を張って無実を主張して起訴されたという状況になっておるんですけども、ただ唯一の救いは相手の弁護士さんが録音テープを取っていましたんで、テープでの会話がもう犯罪のすべてです。犯行現場が全部保存されておるという意味では証拠隠滅の恐れがないので、保釈が効くかもしれんという淡い期待を抱きながら、いずれにしても第1回後半まではもう絶対保釈効きませんので、もう諦めて拘置所の子になろうという決心をいたしました。拘置所で過ごすためにはまずですね、日用品の買い物する方法ですね、これ願銭と言いまして、いろいろ欲しいものを書いて出すんですね。そしたら2日後に届けられるというようなシステムになっておるんですけども、私がもう常に必需品として買っていたのが飴なんですよね。僕はタバコを結構ヘビースモーカーだったんですけれども、タバコを切られてしまい、もう断たれてしまいますんで、口寂しいというか落ち着かないというか、そのためにもう四六時中飴を舐めておったんですね。ですから飴が必需品で、これはもう常時買っておりました。それともう一つは梅干しなんですよね。拘置所の飯っていうのは朝夕麦飯と味噌汁、それからわずかの副食、例えば 50g のマグロの缶詰ぐらいがつく程度なんですよね。ですから全体に非常に味付けが薄いんですよ。で頼りないんですよね。ですからこう梅干しで味を濃くしてしっかりした形にして食べないと、ちょっと食べられないというような状態でしたんで、梅干しも必需品でしたね。外から刺し弁って言いまして、外から弁当を取ることできるんですけども、どういうわけかちょっと長くなってきますと、弁当が飽きて拘置所の食事の方が良くなりますね。でも一般の食事から見れば非常に粗末でまずいです。それと私は特殊なものをいつも買ってたんですが、それは実はね、原稿用紙と鉛筆なんですよね。この原稿用紙っていうのはですね、特殊な販売品なので、特別購入許可願いっていうのを書かないかんのですよ。で、願銭の中に願いで趣旨、なんで買うんですかというね、こういう理由で買いたいですというようなことを書く欄があるんですよね。ですからそこに、私は弁護士兼作家で、現在週刊誌の連載を一本持っていて、それから単行本を書き下ろす企画があり、かつ、雑誌に、まあ、30枚ぐらいの原稿、論文を載せる予定になっておりますっていうようなこと書いて、それと私の代表作は悲しきヒットマン、まあ他にもあるんですけども、他何冊とか書きましてね、えらい詳しく書いて、まるで日本ペンクラブに入れてもらう時の入会審査の申し込み書みたいなことを書いて、そして原稿用紙を買っていましたね。常時買っていました。拘置所生活の中で単行の一つの題材を書き上げております。後に、出所してから、
断崖証拠というタイトルで単行本として出版したんですけども、これはまあ、非常にいい内容のいい自分で言うのなんですけど、よくできていい作品でして、テレビドラマ化されております。二瀬恒彦さんが直々に直接私に電話くださって、原作として使わせてもらえませんかという連絡があって、もちろんよろしくお願いしますということでテレビドラマ化しましたね。なかなかいい作品で、実は主人公が弁護士なんですよ。弁護士が、まあ、事件を受けて解決していくっていう、そんなお話なんですけどね、シリーズ化したいということでテレビドラマ化いたしました。それを、まあ、この捕まった拘置所生活の中でほぼ完成させておりましてですね、拘置所っていうのは物書きにとっては非常にいい環境なんですよね。どういうことかと言いますと、昼型の執筆スタイルを取らざるを得ない、それからタバコは吸わない、吸わないと吸えないんですけども、タバコ吸えませんし、部屋の外に出ることができません。当たり前ですね。それから夜は強制的にもう寝なきゃいけません。ですからね、書場にいたらね、机に座るのがなかなか座りにくくてね、サウナ行ったりうどん食いに行ったりしてたんですけども、校長の場合は嫌でも執筆できますので、物書きにとっては非常にいい環境ですね。おまけに3食低カロリーの出前付きですよ。出前までついておりまして、閉じ込められるんですからね筆は進みます。朝食が済んだ頃に僕らのシャボンの前の廊下でですね、ガンセーンガンセーンっていうね声が聞こえるんですよ、まあ、金魚売りのおじさんの声みたい、金魚金魚へ金魚金魚ガンセーンガンセーン、はい、言ってね、手挙げて、そして、眼線の用紙をもらうわけで、そこに、まあ、いろんなことをこう書き込んでいくんですけれども、買い物によって、この眼線の用紙が違うんですね。宅酒、借り出し、雑貨購入、弁当購入、何もかもみんな眼線で申し出るんですね。僕の場合は、親族や友人が差し入れをいっぱい入れてくれていたんですけれども、その差し入れ品の控えをなくしてしまいまして、借り出しができないんですよ。だから差し入れ、棒の中で使うことができなくて、ずっと同じ、服を着て暮らしてしまいましたですね。で、滞在がこう長期になって、ってきますとね、この隣が何を買い物しているのかなっていうのはね、結構気になるんですね。買い物いつもたくさんしてたらなんか優越感があって、買い物をしてなかったらなんか寂しいって、そんな感じあるんですよね。特に故障なんかでは所持金が全然なくって、いつも買い物をする人から分けてもらってるという人いましてね、そういう人ってすごい惨めなんですよ。で、なんとなくね、隣が何買い物してるかで分かるんですよね。ですから、私なんか買い物が多かった方でなんか変な優越感があったような気がいたしますね。でも拘置所の経済単位っていうのは非常に小さなものでして、私65日間ぐらいおったんですけども、使ったお金が5万円ほどですよ。そしてね、100円単位のお金が気になるんです。私当時でしたら外にいたらまあ、10万円単位のお金で気になるっていう感じでしたけどね、もうちびちびした拘置所生活だったら100円単位。ところが、この捕まってる間に事務所がね、損害をどんどん出していくんです。と言いますのが、事件、いつ保釈で出れるかわかりませんのでね、事件としてやれないから、もう他の弁護士さんに譲らざるを得ないという、そういう私の手持ちの仕事がこう出てくるんですね。そうすると、弁護士さんにお願いして引き受けてもらって、もらった着手金は全部その先生にお渡しして、そしてそれと同時にその事件によって得られるであろう利益ももう得られないということは確定していくわけなんですが、私が入っとった2ヶ月と少しの間でおそらく全万単位の損失は優に出てると思いますね。もう1年捕まってたらもうダメ破産したでしょうね。とてもこんなしょうもない刑事件なんかのために意地張ってられなくなっていたとは思いますね。天気のいい日はね、運動に出してくれるんですよ。で、私も本当に常に単独、独居でしたし、原独というんですかね、厳重に独居扱いをされる身柄だったので、まあ一人で出されるんですけども、看守の前を歩くんですね。僕が前歩いて、後ろに看守がついてくるという、そういう形で歩くんですけども、大廊下を歩いて、それ建物の外の運動場に出ていくんですけど、大廊下歩くときに、またね、私が担当しているこの被告人とこう、会ったりするんですよ。あの時がもう何とも言えないですね。大丈夫だよ、心配すんなよ、君。俺はちゃんと、君の弁護は忘れてない
からね、じゃそんな感じですよ。ほんと向こうにしてみたらね、うわかなんな、俺の弁護士パクられてここに来とんかなと思いますわね。まあそういうことがやっぱあるんですけども。で、運動場って言ってもね、僕みたいな、扱いの人間はね、一人だけの10坪ぐらいの、小さな運動場にね、入れてくれるんです。金網あった。そこに入れてくれて、ボール1個渡してもらって。ほいで、その、入れた途端に僕はもうたった、その狭い中を走り回るんですけどね。走り回って運動しなきゃいかんので、とにかくボールにいたら立ってもいけませんからね。立つこともできないですから、たまに運動場に出してもらったらね、結構気持ちいいんですよ。たった走っていく、ボールを壁にポコを投げて、たった、走って、ランなんか言いながら、一人でね、運動しておりました。ところが、いつだったかな、こう運動してると、隣にね、運動してる人がおって、その人が、看守にいろいろ法律相談しとるんですね。弁護士が保釈期間って言いよりまんね、先生、どないでかな、上申書書いて裁判長出したら保釈期間かなって書いて、こんな相談やっとるとね。ほんでその看守はね、そうや、お前、上申書書いたらいいや。ちゃんとな、その裁判所に送ったらな、呼んでくれるで、それ、こっちはそうせいや、なんて、そんな、ダメなんで、本当はね、上申書が何部書いたって裁判官の目に届くことはございません。まあ、裁判所にはそら、つきますけれども、送り返されますね。ですから、そんなも全然ダメなんだけどね、まあ、そんなことを聞いてて、なんか、私、弁護士だから、なんか、法律相談コーナー作ってもらえないかと思いましてね、で、担当の監視の方に言ったんですよ。山の地域の法律相談コーナー作ってもらえませんって言ったらね、さすがにそれは笑われてしまいました。ダメです、そんなもん。で、終わり。当たり前やね。でもまあ、そのトンチンカンなね、質問と答えやってたんで、ついつい、プロ意識が出てしまいました。ああいう、こう、一緒に長く入ってたりしますと、人とあまり喋らないんで、あまりと、もうほとんど喋らないんですけど、喋らないんでね、なんかね、失語症になるというか、特に午前中は声が出にくいとかね、そういうことがあるんで、失語症になっても言葉忘れそうな恐怖感に駆られるんですよね。ところが、その、天候っていうのがありまして、朝と夕方にあったかな、看守が3、4人連れ持って、それから衛生府の方も一緒に、まあ、ついてきてましたね。うん、それで、こう、棒の中を覗きながら、私4棒だったんですよね。棒の中覗きながら、4棒番号ってこういう風に言うんで、そうすると、もう普段喋らんもんですからね、この時のとばかり大きな声出しましてね、2293番よし、いやだ、するとスッキリするんですよ。そう言うてね、結構ね、最初、バカみたいって思って、ボソボソって言ってだんだんね、慣れてきたらね、バシッと決めるようになってきますね。で、部屋の中の、その布団も、角出してきちっと畳みなさいよって、最初に言われて、バカバカしていい加減にしとったんですけど、長い間入ってるとね、もう意地になって、きちっと角出して、ピチッとこう畳んでね、片隅に置くようになっていきますね。ほんでまたね、交渉ってのはラジオ放送があるんですね。ラジオの放送をやるときには、演歌と落語が中心なんですけど、その放送係の案内をする囚人ですね。これの喋り方がものすごいこう、なまっとるんですよ。ただいまから、ラジオ番組をお知らせします。言うてね、もうどつが聞いて絡みついてね、因縁じみてね、引っかかってね、すごいね、暴力団特有の喋り方するんでね、あれ強制せんとあかんで思ったらね、ほんまにその人そんな喋り方なんてして、普段でも普通にスラスラとね、可愛く喋れないんで、いちいちもう因縁つけて、それでラリルレロが絡まってね、うらら、うらら、言ってそんな喋り方する人が、まあ、ってよりによってラジオの放送の放送係やってるんですからね、まあ、びっくりしましたね。お風呂は、週に2回ですね。これやっぱり気持ちよかったですね。某から出されて、大廊下を歩いて、いくつか違うビルに行って、なんでそうなってるのか僕は知りませんけれども、そのビルの中の同じようなシャボーを風呂用に仕立ててあるんですけど、そこに入るんですけども、そこに入って、昼風呂のこの窓から見る青空がなんともね、悲しくてノスタルジックでね、ああ、偉いとこ入ってるなぁと思った記憶がございますね。でも、風呂は確かに気持ちが、良かった。それとね、洗濯意外とこれ、
楽しみなんですよ。それまでは洗濯なんて自分でやったことない。やったことないんですけども、初めてまああの洗濯というものを自分の手でやってみた、あの棒の中のちっちゃい水道の蛇口から風呂桶みたいなものの中水汲んで、そこにまあ下着なんか入れて、洗濯石鹸でぐっちゃ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 手洗いするんですけどね。手洗いして絞っといたら、あの、集めに来てくれるんですよ。洗濯ってね。社防衛生府の方が集めに来て、でその人に渡したら3日ぐらいしたら帰ってきたらちゃんと乾いてる洗濯物が帰ってくるんですよね。それとか缶切り、缶切りって言ったら、これもあの缶切り持ってますんで缶詰開けてあげますという、そんな案内なんで、その缶切りで手あげて缶切り開けてもらうとかね、爪切りっていうのもあるんですよ。爪切り貸してあげます。カンポーンっていうのはこれね、あの缶に備え付けてある図書を貸しますんで申し出てくださいという、そういう案内なんです。そんなこと言いながらね、あの廊下の前を通って行ってくれて、あの用事があるときはあの呼び止めて、そしてお願いするんですけどね。この社防衛生府の D さんとしておきますけども、 D さんよくできた方でね、本当にあの監視が読んだらパラパラーと走っていきますね。でみんな社防の我々にもおはようございますとかね、非常に丁寧に挨拶してくれますね。まあ立派な人やなと思ってたんですけどね、この人またあの出所した時私を訪ねてきてくれたんです。でいろんなことを聞かせてくれました。ちょっとびっくりしたことがいっぱいございました。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。